どうもこんにちは、テイシャーです。えー、引き続き、ブラックデス、ルナティックモード、えー、今、経過ターン11ですね。はい、続きやっていきたいと思います。えー、前回ですね、あのー、このブラックデスという、はい、追撃車になるんですけど、ここに2体固まっていたんで、てっきりの縦に並んでくるかなと思ったんですけど、まあ、こうやってちょっとでも、なんていうか、ばらけてくれるのはありがたいですね。その、射程とかが、 ばらけてくれるんで。で、どうしましょうか。まあ、とりあえず先制攻撃しようかと思うんですけど、先制攻撃してこいつらを釣っていきたいところではありますね。あとは、このアイテムが取れるのかどうか確認したいですね。1、2、3、1、2。まあ、こいつの視界には入ってないが、こいつの射程に入ってるかどうかだな。 1,2,3,4,5の。あ、全然大丈夫ですね。全然大丈夫だ。ここは ?1,2,3,4,5 の射程に。あ、ギリギリ大丈夫か。じゃあまあ、インカちゃんにはこれを取ってもらいましょうか。とりあえず。取ってください。傷薬、いいっすね。今、傷薬何個になってるかな傷薬4か。 素晴らしい。うん。で、インカちゃんは、この後はどうしてもらおうかな。まあ、こいつらを葬った後は、上に行って、アイテム回収しつつ、まあ、こう、頭上ぐるっと回って、こいつらを誘導してもらいますか。で、それでま、あ仕事終了って感じかな。うーん。ま、あ、君はよくやってくれた。こんだけの、あの、人数を釣ってくれたんだから、ま、あ、ちょっとこいつを釣ることはできなかったけど、まあ、こいつを釣る。 もう一回、釣ってみてもいいかもしれないですね。頑張って。こいつらを片付けた後にですね。もうこいつらって、あのー、倒しても何もドロップしないんですよ。だから、本当戦うだけ無駄で、このゲーム、あの、倒しても経験値とか全く入らないんで、マジでなんていうか、あのー、本当本当に意味ないです。こいつらを相手にすることは。だから、まあ、倒せな、倒さなくていいんなら、 倒さ,ない倒さないで蹴りをつけたいって感じですね。まあとりあえず、えー、あれえ、お前、射程外え、射程外嘘。うわー、読み間違えたわー。あ、しまった。あ、1、2、3。射程外じゃん。うわー、読み間違えた。これ、痛え。あ、しまった、しまった。間違えた。 えどううしよう、まあ、とりあえずこいつの射程が12345のあ,あちょうどここ今いる3人が射程に入ってるわけかでそうだなあもう MP とか使っていいんで12てかこいつがどういう動きをしてくるか謎なんだよね12345 5のうーんこうかな。いやーこいつらが本当にどういう動きしてくるか分からん。たぶんこのリスちゃんを狙ってくるとしたら1。12345。3 4 5 わ、うん、からないですね。マジでこいつらがどういう動きをしてくるのか読めない。1、2、3、4、5。ここか、ここには来ると思うんですよ。このどっちかで読みますか。ここの場合は、ここから1個ずれた、ここが、ええー、と、んあ、ここの場合は同じなのか。射程がこいつと同じなんで考える必要はなくて、 だから考える必要があるとしたら、つか、こいつらが、こい、この、岩の上に立てるのかな岩の上には立てないのかもしんないですね。いや、だってこいつらさ、なんか道なりに進んできてるんですよ。いや、この、うーんー、何なんだろうな。わからないです。まあ、とりあえず、ここに来るとして、危険エリアはここだから、あ、違うか。 射程2だから1234512と12345まあここら辺に来るとしたら射程は12難しいなこれ読むのがここ1 1>, 1個ずれたここが射程になって、1、2、3、4、5。え、マジで、マジでもう読、読むい、読む範囲が多すぎる。何これこれもプロ、プロキ士専用ゲームですかこれ <laughs> いやもう、もう、将棋、将棋とかに比べたらまあ、あれえー、将棋とかに比べたらまあ、全然簡単なんだろうけど、プロキ士ともやってるね。2、3、4、5。1、2、 えっと。1、2。うーん、わかんねえ。とりあえず、ここまで、ここのラインまで下がれば、安全なことは確かなんですよ。いや、喰らいたくねえ。喰らいたくねえなー。 できればもう MP で勝負したいんだよな。1、2、3、4、5。こことここ、こことここに来ることで読むことは、まあ、ここまでやると、1、2、このラインは危ない。ここだと、1、2、1個下がったライン、 ここだといここに来るとすると1234512このラインだから安全エリアはここだなここに引くかここに引くか ここに引いてうんいやーマジで難しいまあとりあえずこいつ引きます12345うん射程外1 2 3 四、五、射程が、っていうか、ここまでおびき出して、投げ縄で、こいつの投げ縄の射程が、こいつなんだっけ射程。射程三だよね。射程三だから、意外と広いんですよね。うん、投げ縄で一体縛って、で、その間に、こいつを、できればね、 先制で攻撃したい。マジで先制で攻撃できるのと、できないのとで違いすぎる。でもしかしたら、この、ミラルドは使えるかないや、てか、一番、一番理想は、このインカとリスで、一体ずつばらけてくれるっていうのが理想なんですけど。待てよ。これで、距離が変わったりしない ?1、2、1、2、3、4、5、6、7、8。 12345678 1あ同じか距離が同じなんだえマジでこれ興味深いなどっちを狙ってくるんやこの場合 <laughs> こいつからしたら123456789で123456789あ同じなんだ同じだ距離が いや、待てよ。いや、同じ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 。え、どっちを狙ってくるんだろうこのミラルドとリスが2人固まってるからこっちを狙ってくるのかないや、これ、セーブしてもいいかもしれないですね。これ、セーブしてもいいかもしれない、ここで。セーブするかもう、ちょっと早いけど。 いやでもねこ、こういう場面はね、多分他にも出てくるんだよな。いや、一番最悪なのが、いや、どうだろうな。2体ともインカを狙ってくる場合とかあるのか。いや、それはマジでだるくて。2体ともインカを狙ってくる場合、それだるすぎるな。 いや、これマジでセーブしてもいいかもしれんな。いや、でも、こんな序盤でセーブするか。いや、それぐらいだったら、ここでセーブしないでビデオ落として残してっていう方がいいかもしれない。もうそれがもうほぼほぼセーブ、セーブに等しいから。で、あとはそのビデオを見てもう一回同じようにやればいいだけなわけですからね。1、2、3、4、5。 12このラインまで下がるあだからこのラインが安全ってことかそうだよな1234512うんこのラインまで下がってくださいで気をつけないといけないのが1234ここ ここまで下がっちまうとこいつの攻撃が飛んでくるからこうかなうんいやまじでここセーブしてもいいけどないやわかんないんですよほんとここでセーブするべきかな わからないでもでも最悪なパターン引いたとしても多分こいつらはっていうかもう MP とかなりふり構わず使えば多分こいつらは倒せるんですよただ結構前のあのこっちから来た造園の時でもちょっと出方ミスってミスしたんでまた、あ、終了してみますかああ来ちゃったか あ、そ、うわぁ、そのパターンは読んでなかった。固まるんか、お前ら。いや。いや、でももういいわ。いいわ。もうこれ、あれだ。もう投げ縄使うの確定したから、もういいわ。そ、そういう意味では。あ、でも待て。1、2、3、4、5。あええ。ー。めんどくせぇなーこれ、こいつに気づかれる。 めんどくせーまあとりあえずえ経過ターン12ではい経過ターンね経過ターン12で上から援軍うわどうすっかな正直こいつに対して投げ縄を使う選択肢も出てきてしまったこうなるとそんでインカがこれ攻撃に参加できるんですよね 投げ縄を。が1、2、3、4、5で、こっから1、2、3。投げ縄が1、2、3、4、5。で、投げ縄の射程が1、2、3。3だよね。ちょっともう一回確認します。投げ縄の射程3。1、2、3、4、5。だから、この、このターンでこいつらを全員ぶっ殺して、 123112345 1, どうやって倒すかなバックアタックできるなバックアタックが決まれば一撃で倒せるんですよねそしたらあとはこいつを前と横から殴れるか 前と横から殴れるがバックアタックしたらエミリオのエミリオの援護が受けられないから倒しきれないなどうするいやマジでどうするバックアタックで倒す そそもそもエミリオがさ12345ここまでしかいけないのかあーむずいこれマジでむずいじゃあここからは援護できるわけねバックアタックで倒すエミリオの援護で2ダメージ残り 残りヒットポイント2残りヒットポイント2おーおお分かったわかったわかったわかったでミケで射撃で1ダメージでインカでフィニッシュあっ待て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 ここはダメだここここじゃなくてもうお前神お前マジで神神神神すぎる マジで、お前はやればできることだと思ってたよ、俺は。というね。いや、いける。ちょっともう一回手順確認しますね。えーと、まず、まずミラルドでバックアタックしてこいつを葬ります。で、えーと、ドナーディアンで、こいつにショ、ブラックです、D に正面から攻撃、プラスエミリオの援護で、 二ダメージ入ります。で、えー、っと、残り二で、で、こいつの三ケの射撃で、一減らします。で、インカが回り込んで、殺します。で、最後、リスが1、一、二、三、四、五、進んで、 お爆します完璧なプランじゃないかいやマジで神もうこんなんさなんか時間無制限の詰将棋でさ一回だけなんか2位のセーブポイントに戻ってあれだよねあのー、はい待ったができるみたいなそういうゲームじゃありませんか皆さんこれ えーと、向きはどうしようかな。ま、あこっちにしとくか。で、えーと、次に、ま、あ先にこいつで、あ、えーとね、これで、ブラックですに対してアタック。で、えーと、 ここれどかから撃つかなもうちょっと回り込んでもいいんですよねこっち側にえっと次のルートとしてはこういってこいつを倒してああとこいつらも相手にしなきゃいけないこいつらをどこで相手にするかってめちゃくちゃ重要ですねできればマジで広いとこで相手したいからうんどうすっかなうーん こいつらがね、木とかを貫通してくるかどうかを見たい。木を貫通できるかどうかで戦い方が変わってくるな。なんならここ、ここら辺で待つっていうのもありなんですよね。この、こいつを倒した後に。こいつの範囲はどうなってる今。1、2、3、4、5、6。はギリッギリやな。このラインか。あ、ってことはこいつに対してこっから攻撃できないんだ。 もう一回誘導してもらうのもありだな、インカに。うーん。まあ。それはさておき。まあ、こっち側に行ってもいいか。いいよな。まあ、どっちにしろ今じゃないんで、あれは。まだ、まだ余裕があるんで、こいつら到着するまで。 よーし、よくやった。よくやった。マジでよくやった。で、君に捕獲してもらうんだが、一応もう一度確認。1、2、3、4、5、6。この木のラインか。木のラインだから、ここに立たなければ問題ないな。よし。 ばくしてくれたまえオーケーよし素晴らしいよ本当にいやあなんとか乗り越えましたね MP 消費1でうーんいいんじゃないっすか捕獲状態だからこいつには次のターンまあ次のターン死んでもらって で、その後本当どうするかだな。こいつらも、多分相手にしなきゃいけないんですよ。まあ、とりあえずターン終了。うーん。お前らはどうなんだわからない、こいつらが。 こいつらが木を貫通できるのか。つうか、木を越えられないんだとしたら、ここら辺の木の障害物を利用して、うまいことなんていうか、二手に分断して、戦いたいっていうのはあるんですけど、ほんと次のターン次第ですよね。こいつをいきなり貫通してくるとかだったら、ちょっとマジ勘弁って感じなんですけど、まあ、まだ、まだ大丈夫かな。うん、範囲に入ってないんで。 うーん。しかし、あれだなどうっすかな妖精はこう、こ、この左側のルートでおびき出すっていう手もあるけど、でもこっち左側行っちゃったらもう完全にお役御免になっちゃうんですよね。こいつをおびき出した後何もすることがないっていう状態になるかもしれないんで。まあ、とりあえずこいつは倒します。 どうやって倒すか普通にバックアタックで倒していいかないや、問題は考えることは、こいつ。1、2、3、4。1、2。ああ、このラインか。このラインに入ってくるのか。このライン。うーん。っていうか、ブラックですと、ここら辺でやり合うんだとしたら、 正直、こいつにはどっか行っててもらいたいんですよね。もしくは、まあ倒してしまってもいいんだけど。うーん。まあとりあえず20分になったんで、一旦動画切りますね。はい、ありがとうございます。